ですよ。まあ、あそこに、はい、皆さんこんにちは、あいまのレッド中村です。大阪に引き続きまして、新製品のご紹介をしたいと思います。はい、多分こっちはね、大阪で紹介したと思うので、この辺から、商品の説明をさせていただきます。まずこちらの、6月発売のですね、コウメインフィニティ20、28g はね、すでに発売してるんですけど、6月に 20g というね、軽いサイズが発売されます。でね、やっぱ鉄板中とどうしてもね、なんだろう、掟とかそういうところで使うイメージが強いんですけど、重さね 20g、 ちょっとちっちゃいサイズだと、結構ね、革とか、サラフとかコロタとか使えるとこ、使えるフィールドが非常に、広いんですよね。なんで僕もシーマガのねロケで、コロタで、インフィニティ20使って、結構いい魚いっぱい釣れてますので、川とかでもね、非常に、いろんな場所で使ってもらいたいと思います。で、ちょっとね改善したんですよ。鉄板系の、なんかすげえハウってうるさいけど、鉄板系のルアーって、塗料が乗りにくいんで、ちょっと専門的な話ですけど、プライマーっていうのを塗るんですよね、下地にベタベタのやつ、プライマーを塗って塗料を上に乗せていくんですけど、ちょっとね、今まで使ってたプライマーが、弱かったんで、ちょっとこのインフィニティ20から違うプライマーを使って塗装してるんで、ぶつかったりね、曲がったりしても、ホログラムとか塗装が剥がれにくくなってるんで、非常に塗装は強く改善されてます。それからこのラインの I ね、28g のやつちょっと穴がちっちゃくて、クロスロックのスナップ使う方、ちょっと入れにくかったんですけど、今回ちょっと穴も大型化して、楕円形の穴に変えてます、非常に、ルアー効果もやりやすくなります。はい、ぜひこちら今一押しでおすすめしてます。はい、それから魚道の 110MD と 110SR、 こちらがですね、110MD が4月 110SR が、5月発売になります。110MD ってね、今まで発売されてたんですけど、110MD 今回、リニューアル発売ということで、中のね、重心移動の設計を、作り直してます。なんでボディの形状もね、ちょっと手に取って見れないんですけど、手に取ってみるとハウンドみたいな感じのお尻が太い、ボディ構造になってて、非常に飛行姿勢が安定して飛びやすくなってます。でレンジと、アクションは今まで通りで、その飛びの部分でね、改善されていますので、ヒラメやる方はね、ぜひこちらの方を楽しみにしていただきたいと思います。で、まあ、MD はどっちかっていう と、急に深くなるようなサーフとか、あと強いカレントでね、安定して泳ぐ設計なんですけど、 SR はどっちかっていうと、ヘイサウラーとかクジュークリとか、遠浅のサーフで使うようなシャローランナーの魚道になってますので、こちらもね、ちょっとフィールドに合わせて使い分けていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、続いて、プガチョフコブラの、60、これね、チヌ用として、これ4月か来月発売になってるんですけど、今まで、ね、プガチョフコブラの 80mm サイズを発売してたんですけど、どっちかというとね、シーバス向けのモデルとして、シーバス用のトップウォーターとして、80サイズのプガチョフコブラ、リリースしてたんですけど、どうも、九州とか、四国の方とかは、チヌで使ってる方が非常に多かったんで、ちょっとね、あえて 60mm サイズ、ちっちゃいサイズで、チヌ専用として、設計し直しました。で、九州の、寺本さんですね、寺本哲さんと一緒に、テストを重ねまして、非常に黒鯛が吸い込みやすい、姿勢と、アクションを求めて、作り上げた、トップウォーターになってます。まあね、6月くらいから、シーズン多分迎えると思うんでね、こちらの方も
楽しみにしていただきたいと思います、はい、ね、それから、まあ、ペンションポンプはまだご覧の通りちょっとまだ削り出しのサンプルで、まだもうちょい時間がかかるんで、これはね多分来年リリースになると思います。だからスラップハニー、これがですねまたね、まあ、ちょっとまだっていう感じなんですけど、まだファーストサンプルなんで、これはねまあ、リップレスミノーみたいな形してるんですけど、シンキングペンシル系の動きです。シンキングペンシルではないな、フローティングなんですよね。フローティングで新ペンみたいなこういうローリングの動きで泳ぐっていうね、ちょっと特殊なルアーです。ただまあちょっとねまだ僕はテストを一緒に開発と行ってるんですけど、まだそのスピードちゃんとアクションしてくれるスピードの幅がまだちょっと狭いんで、まだまだちょっと熟成には時間かかるかなという感じです、はい。それからフレーミングダートの PD95S、こちらがね、基本で95のフローティングっていうのを発売してるんですけど、このシンキングバージョンでレンジカッターっていうベッドネームがついてるんですけど、こちらの方が、発売になります。ただどっちかというと、そうだな、外洋の平鈴木とか、まあ、フォローで使うのタイプですね。まあ、大体まあ14センチのルアーで探っていって、バイトが浅いとかチェイスがあったとか、食い込まない時にちょっとサイズダウンして、使うモデルになってますので、95ミリなんだけど、重さは25グラム、かなり重く、なってて、足元まできっちり引ける、設計になってるんで、椅子とか、九州をそういうね、ドンブカの椅子で使っていただけると、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなとこでしょうか。はい、というわけで、今のレッド中村でした。皆さん遊びに来てください。